こんにちは、りょうです。えー、今日はね、学長が失敗したネットビジネス19選ということでね、えー、中途半端な数字なんですけど、えー、話していきたいかなと思います。えー、質問いただきました。 学長は15歳で起業し、たくさんの失敗をされてきたとのことです。私も事業を始めようと思っていますが、なかなか怖くて踏み出せません。学長は過去にどんな失敗をされてきたのでしょうか。学長でも失敗するんだと思えば踏み出せる気がします。学長にとっては嫌なこともあったと思いますが、教えてもらえるとありがたいです。ということでね、えー、結論から言いますと。もう本当ね、失敗だらけですよ。本当にたくさんね、事業のね、いろんなビジネス作っていっぱい失敗してるんですよね。で、本当にね、10個事業作って1個当たったらいい方かもね、えー、ぐらいかな、みたいな感じで。でも事業ってそれでも成功でき 10個中1個当たればね失敗を回収できるぐらい利益が上がりやすいっていうのがまあこう事業所得なんでねで経験を重ねるとヒット率がどんどん上がりますよとで失敗談ねもう語ると事業以外とかいろんなものとかね語り出すときりがないんでまあ、損をしたっていうかまあ事業においてね絞っていくつか紹介しようとで数が多いんでね企業5年以内の小さいものでお話ししようと思ってであんまり規模の大きいものとかだとうへーってなっちゃうと思うんでねと思ってこの後いろいろ整理して作っていってたんですけどそれだけでも19個ぐらいになってしまってね えー、どんどん行かないと、本当に2回に区切ろうかと思ったんですけど、えー、なかなかね、1個にまとめた方が、まあまあ見やすいかなということで、まあのんびりね、見てもらえたらいいかなと思うんですけど、でまあ余計なこと喋ってたらね、えー、時間どんどんちゃ経っちゃうんでね、えー、どんどん行きたいと思います。一つ目がね、ライティングですと。えー、ライティングの授業内容ね、まあ、本当に一文字いくらだったか忘れたんですけど、映画のレビューとかね、まあなんかレビュー系の記事書いて、当時高校生の時ですね、1本500円とかね、そのぐらいもらえたんですよね。 で、まあやってたんですけど、まあ失敗したという理由というかね、まあ単価が安すぎると問題がね、えー、2時間見て、映画を見て、1時間で記事を書いても時給200円いかないぐらいじゃないですか、だから本当内職レベルでね、まあ安すぎたんでやめたと、まあこれでも最初ありがたかったんですけどね、で対策とその後なんですけど、えー、単価の安いところに依頼したと、でね、えー、その金額でも受けたいっていう人がいたんで、えー、同じ学生仲間とか、ネット上の主婦の人とか調べてね、まあ月に数千円でもなれば嬉しいみたいな感じで、まあ少しだけマージンもらって、えー、やってたんですね。 それでもね、数をこなせば結構な、まあそれなりの収入になったんですけど、最終的に辞めましたね。他の事業とかやりだして結構売り上げが上がってたんで、時間が取れなくなったんでね。でもこの経験のおかげで、人に仕事を振るってことを覚えたりとかね、失敗したおかげでね、まあ、失敗というか経験ですよね。で、マージンを取れば自分の手間っていうのは少なく稼ぐことができるんだと、まあ規模の拡大が効くんだとかね、人をマネジメントするライターさんに何かを依頼する難しさとかね、マネジメントとか、えー、こういう風に言った方が伝わるんだな、ここは勘違いが生みやすいんだなとかね、まあそういう難しさとか、交通を学んで いけましたねで2つ目はパソコンの組み立て販売と、ね、事業内容なんですけど当時メーカーのパソコンだったらあの安くても230万ぐらいしたんですよね、えー、メーカーパソコン家電ショップに売ってるやつですねでパーツを買い集めて組み立てて売ればね10万から15万円ぐらいで組み立てれたんですよねでもともと僕も一番最初お金がなかったんで自分でパーツを組み立てて作ったんでその知識があったんですよねなんでまあこういう状態自分で作って売れば5万円は乗せして販売しても儲かったんですよね でこれら、まあ、失敗した理由というか、まあ、そこそこ利益は上がったんですけど、えー、この手のショップが増えてきたんですよ、ドスパラーとか他にも有名なところあるんですけどね、えー、同じことを法人規模でやる人たちがいてね、えー、それだったらたくさんのお金で、えー、パーツを仕入れてるショップの方が安く上がるんで、やっぱりそういうところに負けちゃったりとか、あとまあ当然なんですけど、入金してくれない人がいたりとかね、えー、先にまあどっかで勝負しないといけないんで、物を先に送ったりとか、場合によってはしてたんですけど、入金してくれない人がいたりとかね、残り半金でもね、とか、壊れた場合の保証ですよね、えー、配送途中で壊れちゃったりとか、ね、 そういうので利益が、まあえー、飛んじゃったりとかパーツ同士の相性で動かないっていうのとかがあるんですよ一つ一つのパーツは壊れてないんですけど相性で動かないってまあ昔とか結構多かったんですよねで、えー、機械じゃなくてね。 ソフトの問題なのにこちらのせいにされたりとか、まあその辺が結構めんどくさくなっちゃったりとかで、でその後めんどくさくなってやめたと。まあそれなりに儲かったんですけどね。でもこの経験のおかげで、まあ後にね、社員が増えた時も、社内パソコンとかは全部ね、僕が自作したんですけど、大幅にコスト削減できたりとか、まあ商売のね、まあ基本をも学べたかなと思いますね、えー仕入れ。パーツの仕入れとかも含めてね。それから3つ目、メール送信代行ですね。 えー、事業内容なんですけど、広告メールの送信代行してたんですよね。で、それダメじゃないのみたいなね、広告メールそんな大量に売ったらダメじゃないのってね、言う人いると思うんですけど、当時はね、まだ何にもそういうものを規制する法律がなくてね、えー、携帯電話とかも本当にメール、E メールとかそういうものが最近、まあ、携帯のメールとかがね、流行りだしたところだったんでね。 企業から依頼を受けて広告メールを送っていくわけですよね。1、まあ、通例えば0.1円とかね。まあ、機械的に大量に1日1万件とか送るんですけど、えー、今はこれやったらダメなんですよ。えー、で、失敗した理由なんですけど、えー、メールが届きづらくなってきたりとかね、まあ、法律が改正されたんですね、割とすぐね。えー、で、ダメになっちゃったんで、まあ、それでやめたということで、えー、対策もその後やめましたと。で、まあ、この経験のおかげで、ね、メールが届く仕組みとかね、こういうメールサーバーの知識っていうのが増えたんですよね。まあ、悪いこととかに使えば送信元を隠しておく 技術とかまあいろいろあるんですけどね、そういう詐欺のテクニックみたいなのがいろいろあるんですけど、まあそういう悪い方に使えばね、えー、まあそういうのを覚えたおかげで、まあ学んで防衛できるようになったっていうね、まあそういう,そう,いうことですね。で、それから4つ目、キャリア間のメール絵文字送信サービス、これ結構個人的には楽しかったですね、高校生の時だったんでね。えー、事業内容なんですけど、今の20代の方とかね、あんまり知らないと思うんですけど、昔はドコモとかソフトバンク、まあ昔ソフトバンクでも au でも中で、通貨とかでしたかね、えー、ボーダホンとかね。 えなんだ,だったんですけど絵文字、お互いのサりりキャリア感で絵文字の送信ができなかったんですよ。ニッコリマークみたいなやつね。えー、で、文字化けしちゃってね、こんなこう二重線みたいなマークになっちゃうんですよ。文字化けって言うんですけどね。そこで 相手のメアドに1とかメールアドレスにね1とか7とかを足すだけで絵文字が使えるようにするサービスを作ったんですね。まあ、例えば、今までだったらえドコモから au、これだと届かないんですね。絵文字の部分がね。えー、普通の文字は届くんですけど。で、えー、こういうふうにドコモから1回学長サービスを通って au に送ると。えー、こういう間の学長サイトが絵文字を見れるように au、ドコモの形式で送られてきたものを au 用に変換して送るみたいな、そういうサービスやったんですね。で、えー、どうやって送るかってここだ、ここなんですけどね。 えー、学長、マークドコモ NEJP に送りたいとするでしょ、例えば。そうなった場合に、えー、そうした場合に、au の人からドコモ NEJP に送りたいとしたら、学長、ドコモの後に7、えー、数字の7を足すとかね、まあ、ちょっとこの数字忘れちゃったんですけど、3とか、なんかちょっとなラブとかなんかつけたような気するんですけど、えー、そういう数字とかつけて、そういう数字を足して送るだけで、えー、届くと、えー、絵文字が使えるようになるっていうね、そういうサービスにしたんですよね。これちょっとネットに詳しい人だったら、このメアドね、まあメアドというかドメインなんですけど、ドメインさえ取れたら簡単に作れる。 サービスっていうのが分かるはずなんですね。まあ仕組み的には実はね、これ裏見るとそんな難しいものじゃないんですよ。ちょっと工夫しただけみたいなね。えー、で、まあどこでお金を儲けるのってことなんですけど、メールの中に広告がつくようにするんですよ。ここ経由で送ると、ちょっとだけテキスト1行でね、えー、広告が入るようにするとかね、まあこのメアドのリストとかを販売とか、まあこちらも当時、ちょっと法律はなかったんでね、こういうものを売ってはいけないよっていうのが、なんか個人情報、方法とかが後々せあの作られてきたんでね。 まあ当時は全然そういうのがなかったんでやってたんですけど、まあこんな感じで広告入れたりとかね、そういう風にえやって結構ね、ここも利益が上がりましたね。で、じゃあ失敗した理由なんですけど、キャリア間で文字送信が対応しだしたんですよね。まああと法律改正とかもあったんでね。で、対策その後、まあ事業撤退と。でもね、この経験のおかげで、 本当にね携帯電話のメールの仕組みが学べたりとかね、不便を解決すれば利用してもらえるんだとか、ユーザーが意識せずにより使いやすくするってことが大切なんだなって学んだんですね。一番最初はこういう仕組みでね簡単に送れる仕組みじゃなくって、どっかにここに送ってねみたいな、全く別の送り方してたんですけど、それだったらいまいち使ってもらえなかったんで、ユーザーが使いやすいような、ね、形にすることで使ってもらえるようになったと、まあいい勉強になりましたね。5つ目がアフィリエイトと、アフィリエイトの事業内容っていうのはね、サイトを作って広告を掲載するわけですね。 でえ、各社アフィリ成功してるんじゃないのっていう話なんですけど、人サイト目ね、こかしてるんですよね。こ、ま、か、あ、してるって言ってもね、よくあるやつですね、ブログとかでも、人サイト目作ったけど、二サイト目作ってる人とか結構いますよね。なんかこう、最初に日記で始めちゃったけど、えー、誰に向けて発信してるのかよくわからなくってとか言ってね、ちょっと迷走してやめるみたいなね。えー、僕もまあ漏れなくそういう風にやめてるんですけど、ユーザーのことを考えてないサイトを作っちゃって、ユーザーが全然集まらなかったんですよ、人サイト目でね。 でお気に入りの画像を並べてるだけみたいなサイトですね。もう歪んでる画像で、どこに何があるかわからないデザインで、も何を目的としたサイトなのかわからないみたいな、もう原色いっぱいのひどい、見にくいサイトだったんですけどね。 で、残ってたら公開しようかなと思ったんですけど、デザイン残ってなかったんでね。えー、ちょっとまあ残念というかほっとしたというか感じなんですけど、で、対策とその後なんですけど、その一サイト目は閉鎖してね、新しくユーザーの需要があるサイトを作り直したんですよね。えー、そうすることによって、この二サイト目から利益が上がっていたんですね。一サイト目はね、えー、ちょっとね、いまいち成果が上がらずやめちゃったんですけど、でもこの経験のおかげで、当たり前の話なんですけど、ユーザーに価値のあるコンテンツじゃないと意味がないんだとかね、えー、ウェブデザイン全部当時自分で作ったんで学べたりとか、サイトの作成の仕組みですよね。 FTP とかサーバーとかドメインとかねこれは知ってる方だけあの,の言葉であの知ってる人だけ不運でいいんですけどあの学べたとで後々のねアフィリエイトの成功につながったってことですね で6つ目なんですけど、ウェブデザインの受託とかもやってたんですね。事、えー、業内容なんですけど、まあ、ウェブデザインね、ねホームページを作ってお金をもらうと。でこれもね失敗した理由なんですけど、営業とアフターケアが非常にめんどくさいと。まあ、何より自分に向かなかったかなというところで、一番のきっかけは、あの近所のよく食べに行ってたご飯屋さんがあってね。である日、お店のホームページ制作を依頼されたんですね。でいつもお世話になっているお店だからっていう感じで、本当にね破格で受けたんですよ。でもちろん手も抜かずにね、本当に安い価格で受けたんですね。 お店のお知らせとかを告知できるシステム作ったりとかねまあそういう風にして本当に納得いく出来で納品したんですよね。で完成して納品して終わったっと思ってたらね ある日食べに行った時に他のお客さんから聞いたんですけどって言ってどうしてうちのお店が Yahoo で検索しても1位に出ないんですかってね聞かれたんですよねぐるなびとか地図のサイトとかそういう風にお店の名前売ったら出てくるのにえなんでうちのサイトはお金を払ってえし作ってもらったのに1位にならないんですかって言ってすっごいもう何かね他のお客さんからそれはもうおかしい騙されてるみたいなことをえ他のお客さんに言われたみたいな感じでねえ言われててでもわからない人じゃないですかだから SEO の仕組みっていうのを説明してね えそれとこれとは別の問題なんですよってことを言ってもね、理解してもらえなくてね、なんでまあ結局返金して終わってしまったってことになるんですけど、対策とその後というかね、まあ、あの、受託開発めんどくさいなってなっちゃってね、やーめたみたいな、まあ、もともとアフィリエイトから派生したビジネスだったんでね、まあ、アフィリをやってる方が利益もいいし、クレームもないなってことで、自分の性格的にちょっと向かないかなみたいなね、まあ、こういうのを一個一個クリアしていって、余計信頼につなげていったりとかしたりとかね、ついから工夫すれば別に、これの事業自体がダメとか、そういうことじゃないんですけど、まあ、自分にちょっと 合わな,いなと思ってやめちゃいましたね。 でもこの経験のおかげで、えー、事前の成果地点の説明というのが大切だなとかあ契約書というのはちゃんと作らないといけないなみたいなでもめんどくさいなとかねあの営業とか、えー、後のサポートのコストというのもきちんと考えないといけないんだなとか格安でも受けたらそれはやっぱり仕事になるなとか知り合いだから安くじゃなくって正当な仕事には正当な料金をもらうってことが大切だなとそうしておかないと安く受けるとサポートの料金も出ないわけですよね安く受けちゃってるでも相手はそれが相場だと分からない人相手にやっててそれが相場だと思うんで、えー、これだけお金は 払ってるんだからとか言ってね1ヶ月かかった仕事でも3万円とか言ってもらってもやればやるほどプラス後のサポートやればやるほど赤字になっちゃいますよねでも相手からするとそれは関係ないことですよねだからやっぱりその辺はちゃんと正当な料金もらうっていうのは大切なんだなと思いましたね で、7つ目がプログラムの受託ですね。えー、これもプログラムを作ってお金をもらうわけですけど、失敗した理由は、先ほどのお店の話とまあ似てますね。お客さんのね、予約システムの依頼を受けたんですよ。えー、で、まあ無事に納品したんですけど、追加機能が欲しいとかね、えー、消したい予約を復旧してくれとか、自分で消したんですけど復旧してくれとかね、追加費用を払いたくないとかね、まあプログラマー業界あるあるですよね。見た目は大したことがない機能なんですけど、まあ、裏側はめっちゃ大変みたいなね。 で、保守費用なんて当然無料、永久サポートみたいな、今より特にね、なんかこういう技術とかがもっともっと一般に浸透してない時なんで、もっとですよね。まあそういうお客さんとの認識の違いが今よりもっときつくてね。で、その後ね、受託同じようにやめたんですよね。まあアフィリで売り上げ上がってたっていうのがあるのと、まあ自社サービスにプログラム開発のコストをかけた方が生産性が高いからですよね。でもちろん工夫してやっていけば、受託開発っていうのは魅力ある仕事っていうのは分かってるんですよ。素晴らしいサービスのお手伝いとかができるんでね。だから魅力あるんですけど、当時、えー でやめたってことでですねでもこの経験のおかげで、えー、自社ではね作らない作れないシステムの開発に関われたと携われたわけですね技術力の向上になるし IT の伸びしろも感じましたねで自分に合ってる仕事合ってない仕事っていうのが分かったんですよねあ結構まあ他の人の作るのも楽しいけどやっぱり自分のね好きなように追求して作ってるのが自分は好きだなとかね えとかまあ、ウェブ業界ではない人との大きな認識の違いっていうのに気づけたわけですね。その違いっていうのはやっぱり知っておくのは大事だからね。まあ、どこに力を注ぐのが一番生産性が高いかを考えれるようになったと。で、8個目が、えー、サーバー事業ですね。本当にね、まだまだあるんですよ。たくさんね。で、事業内容、サーバーのね、えー、事業内容なんですけど、えー、サーバーをレンタルしてお金をもらうと。もともとは自社用のサービスに使ってたものをレンタルしたんですね。 貸し出し出たの人にね、まあ、今だった X サーバーとかお名前 .com とかさくらインターネットとかね、まあ、同じようなサービスですよねで,でっかく言えば Amazon、AWS とで小さく事務所でやってたんですねメタルラック並べてサーバーを数十台並べてねパソコン何十台も並べてでこれらの失敗した理由なんですけど、まあ、保守がめんどくさくなってやめちゃったみたいな感じなんですよね保守結構このサーバー事業ってね保守めんどくさいんですよ電気工事とかも当然ねしていかないといけないし停電対策とかねあと停電対策高いんですよ UPS っていう機械 つけてまあ、雷とかで落雷があっただけでもパソコンで一瞬電気とか一瞬で落ちちゃうんでね、えー、そうするとサイトが見えなくなっちゃうんでそういうのの対策をね機械を置いとかないといけないんですね、えー、そういうものが高かったりとかセキュリティの対策がめんどくさかったりとかねまああと競合が強いと、えー、会社の全資本とか人員とかを全て投下していく必要があるとうんやめとこうみたいなね今戦うべき時じゃないなみたいなサーバーは本当規模の世界なんで 大きくやれば大きくやるほど単価下げれるんですね。商品、あのサーバーの機材の仕入れとかにしてもそうだしね。えー、なんででっかいところが強いんですけど、もちろん特化したサーバーとかで生き残るっていう道もあるにはね、あるんですけど、やっぱりね、なんかそんなに大きく儲かるもんでもないんでね。なんでまあちょっとやめとこうかなってことで、えー、やめちゃいましたね。あのよほどサーバーオタクとかね、もう好きじゃないとやってられないかな、みたいなね。えー、そんな感じと。で、まあ対策とその後なんですけど、事業撤退ということですね。 でも、この経験のおかげで、後の大規模サーバーがね、必要な自社サービスに生かすことができたわけですね。後々に、ね、大きなサービスやるときにね、えー、こういうサーバーの技術っていうのが生きてきたと、えー、そういうことになりますと。で、ここのンタがエンタメ企画サイトですね。 えー、事業内容なんですけど、デイリーポータル Z っていうサイトとかね、皆さんご存知ですかね、結構ね、えー、有名なサイトなんですけど、まあ、いろんな企画のね、企画ブログですよね、それ以外にも、おもころっていうね、サイトとかあるんですけど、知ってる人もいるんじゃないですかね、結構ネタ系サイトというか、まあ、ニュースサイトというか、ネタ系サイトというかね、えー、まあ、今でいう YouTuber のブログ版みたいなのをイメージしてもらえたらいいと思います。で、こういうサイトやってたんですけど、失敗した理由は本当にね、コストと広告収入が全然合わなかったと思う。手間がかかりすぎるんですよ、自分たちで企画作ってね、えー、いろんな撮影とかし しないといけないいいととけででもう要は儲からんからったと、えー、で対策とその後なんですけども事業撤退と今みたいにね見る人が YouTube みたいに本当にたくさんの人が見てるっていう状況だったら広告収入として成り立つと思うんですけどそんなに見る人自体もまだまだ育ってないというかそんなに数が母数がいなかったんでねいるのはいるんだけどやっぱりネット好きの人が見るみたいなね今だったら一般層の YouTube テレビとかでも見れるし、ね、ゲーム機とかでも見れるし一般層の人も見るじゃないですかだからそこまでね、えー、まだまだ浸透してなかったってことですね ユーザーがねでもこの経験のおかげで、えー、取材が必要なネタは手間がかかるなとかちょっと芸人寄りの仕事かなとかね、えー、人気の記事を書こうと思うと、えー、みんなが興味ある内容とか場所の方がいいわけですよねどこどこのお店の調査とか言ってもねそうすると同じ一記事でも同じ手間なわけですよ田舎の、えー、どっかねあんまりお客さんがい,いないお店を調査しに行くのも東京のすごく人気のお店を調査しに行くのも手間的には一緒なんでねまあ東京の方がやりやすい仕事かなみたいなまあそういうことも学んだとまあ何か言葉がいまいち出てこないんですけど要は時間短歌と合わない仕事だった なっていうそういうううそ感じで、すねで10個目がポイ活サイトと、事、えー、業内容ですけどね、えー、これ過去にも話してるんですけど、ポイントサイトですよね。ポイントサイトって何っていう人はね、このガッツリ稼げるみたいな、ポイントサイトで稼ぐ方法の動画を見てほしいんですけど、えー、ポイ活サイト自体をやってたんですね。ポイ活をやってたというよりね。 で運営の手間と合わなくてやめちゃったんですね。失敗した理由ね。競、え、合、ー、も大手が出てきたと。で他の事業と比べても、まあ、あまり全力を注ぐほど儲かる事業でもその当時なかったんでね。えー、事業を売却したんですね。でまあ、失敗とはちょっと違うかもしれないですけど、まあ、事業売却したと、えー、いうことですね。でもまあ売れたのは売れたんですけど、かかった経費とかって考えると、うーんっていうところですね。赤字ではなかったけど、みたいなね。手間はかかっちゃったかな、みたいな。でもこの経験のおかげでポイントサイトの仕組み学べたりとか、あユーザーサポートが入るっていうサイトは本当大変 なななんんだととかかねねね、えー、アフィリエイトって特にそういういいのがないんだよ、ね、ブログとか、ね、別にユーザーへのサポートってないじゃないですかでも改めて大手と戦うのって大変だなとかそういうのも分かりましたねで11個目、えー、コミュニティ掲示板とかも作ったんですね えこれはね、事業内は2チャンネルのもうちょっと浄化されたようなものみたいなイメージしてほしいんですけど、まあ、コミュニケーション取る掲示板っていうかね、雑談掲示板みたいな感じですけど、失敗した理由ね、おもんないんですよ。結局、浄化してるんでおもんないと。ダークなものも見れるとか、ここでしか見れないもの見れるとかね、テレビでは見れないもの、ちょっと危険なもの、危ないものとか、そういうものも見れるからこその、まあ、面白さのネットっていうところってありますよね。だから、おもんなくて入らなかったと。なんで、まあ、ひっそり閉鎖みたいなね。まあ、この経験のおかげでね、いくら健全でも、おもん サービスはあかんとまあ当たり前なんですけどね、えー、そういうものを学んだということですね。えー、画像投稿掲示板もね、えー、12個目作ったんですね。事業内容と。写、えー、メがね、入り出してたんでね、今でこそ当たり前でしょう。でも、写メールっていうのがいわゆるね、本当に入り出したところだったんですよ。なんで 画像を投稿できたら楽しいなと思って。で、作ったんですね。携帯から簡単に投稿できるようにしたら、みんないろんなものを撮ったものとか、いろいろアップして面白いんじゃないかなと思ってね。やったら、まあ、それは当たって、流行ったんですよ。ユーザーもすごく集まったんですね。じゃあ、どうして失敗したのかっていうと、あのね、18件画像の投稿が止まらないんですよ。法的にアウトなやつですね。で、消すんですよ。消しても消しても投稿されてくるわけで、いろんなところで掲示板の話題がいっぱいわーってね、みんないろんなところで喋ってるわけでしょ。掲示板って見たことある人いると思うんだったらね。 いろんなこうスレッドっていうのが乱立するんですけど、えー、消しても消しても投稿されてくると。で、ずっと見てないといけないんで大変なんですよね。えー、で、特に未成年の投稿とかは本当問題なんで、いくら利用規約を厳しくしてね、やっちゃダメですよ、やっちゃダメですよって言って、ね、チェック入れてもらったりとか、こういうことをしないでくださいねとか、チェック入れてもらって投稿時にチェック入れてもらうにしても投稿してくるんですよね。えー、なんで、投稿者に本人確認書類っていうのを送ってもらえばそれでいいんですけどあの、おそらく投稿者が激減するということで、そこまでするとまともな投稿する人が今度いなくなる なっちゃう誰、ねで,んんねで,ね、でもう対策とその後ってことなんですけども閉鎖したとまあ法的な観点から見てちょっと危険だなって判断したんでやめましたねでもねこの経験のおかげでユーザー投稿型っていうのが今後流行ってくるんだろうなとかって実感できたりね大量のアクセスが来たんでそれを砂漠技術サーバー技術ですね負荷分散技術が身についたと、えー、とかユーザー参加型のサービスの棚さし入れたとかね、まあ、ユーザー心理の勉強になったりとかほんとねユーザーと一緒に盛り上げていくことのサービスの面白さみたいなね盛り上げていき方みたいなまあそういう のもね学びましたねそれからイラスト投稿サイトですね えこれだったらまあ安心だろうって感じで作ったんですけどね、イラストだったらね。事、えー、業内容、ピクシブとか皆さん知ってますかね、イラストコミュニケーションサービスですけど、まあ、こんな感じのを作ったんですけど、えー、失敗した理由ね、えー、ピクシブと差別化しきれなかったみたいなね、まあ、投稿数が思ったより集まらなかったと。ピクシこの機能を作ったの5年以上経ってたかもしれないですけどね、もうちょっと経ってたような気がするんですけど、えー、だいぶね、えー、他に何個か乱立してたんですけど、えー、負けちゃった感じっていうかね、ですかね。まあ、本当ね、ひっそりと閉鎖と。でも、この経験のおかげでコンセプトの大切さを学んだわけですね。 誰に向けてのサービスかいまいちぼやけてたんですよ。見る人よりのサービスなのか、それともクリエイターに向けてのサービスなのかとか、同じような画像投稿サービスとか、画像サービスって言っても、誰に向けての何のためのサービスなのかっていうのが結構ぼやけてたんで、この時作ったものっていうのはね。だから流行らなかったんですよね。だからそういうのは大切だなと思いましたね。えー、で、えー、この4つ、14個目ですね。小説投稿サイトですね。 えー、これも同じような感じですけど、事業内容と、小説家になろうっていうね、みんなのための小説投稿サイトってあるんですけど、こんな感じのやつですね。当時、ちょっとこのサイトがあったか、は多分なかったような気がするんですけどね、あったらごめんなさいみたいな、えー。失敗した理由なんですけど、これもね、投稿者増えなかったんですよ。クリエイターとか作家とかに投稿してもらおうと思うと、一人一人丁寧に交渉していく必要があるんですね。でネットから全部完結させようとしちゃったんで、営業活動が結構めんどくさくてね、えー、そこはやっぱり熱い魂がないと動かせないところかなと思って。まあもちろん作品 投稿したクリエイターからしたらね、えー、当然ですよね。いきなりね、ここに投稿してくださいって言って投稿してくれるわけないですよね。でも対策とその後なんですけど、まあこれは当然閉鎖と。でもまあこの経験のおかげでね、Web だけで完結するのは難しいサービスがあるってことに気づいたと。面白いから投稿するユーザーと違って、さっきの社ルだったらこんなん取ったよとって書いて LINE で。 えー、みんなに共,共感してほしくて、えー、簡単に投稿するでしょ、別にね。そこにそんなに取ったことにそんなにコストかかってないからね。簡単に投稿してくれるんですけど、この手のサービスはクリエイターたちが心血そそで時間かかってね、作ってるわけなんで、当然なんですけど、えー、そんな投稿してくれないわけですよ、簡単にね。何かメリットがなんかたくさんの人に見てもらえるとか、お金になるとかね、えー、何か売れてない人たちの活動の場になるとか、なんかそういうのがないと当然投稿してくれないですよね。えー、同じ投稿でも似てるけど、ちょっと違うと、えー。そんなことも当時わからなかったんですけど、そんな 感じのこととを学んだよとで15個目ね、今度は動画投稿サイトだと、何でも投稿ですね。事業内容、画像の次は動画だみたいなことで、YouTube みたいなサイトを作ったんですよねで。YouTube が日本に上陸する前にやってたんですね。YouTube、海外では多分あったと思うんですけど、日本にはまだ入ってなかったんでね。で失敗した理由なんですけどね、サーバー代がすごいんですよ。あの毎月恐ろしいほどコストがかかると。 ユーザーはね、集まったんですけど、サーバー代がとにかくすごいと。めちゃくちゃかかっていくんで、もう全然ね、売り上げと合わないんですよで。対策とその後なんですけども、事業売却したと。まあ、その後 YouTube も入ってきたんでね、いいタイミングだったかなと思うんですけど、でもこの経験のおかげで動画配信技術に詳しくなったんですね。えー、動画のエンコードシステムって、まあ、変換システムなんですけど、そういう自社開発できたと。動画をね、結構 YouTube って、えー、皆さんこうやって見てて使ってると思うんですけど、結構裏側の技術っていうのはやっぱりすごいものがあって、えー、投稿してすぐに えー、なんかね簡単にすぐに見れるようになったりとか画質がいろんなパターンで見れたりとかねこれ裏側でめちゃくちゃ大変なんですよとにかくお金がある企業じゃないとできないと、えー、でこういうことが裏でできるってすごいんですけどねでまあ当時、えー、そういうことも走りだったんでやってたんですけど まあまあ、あのー、途中でね、サーバー代が厳しくなって辞めちゃいましたね。ただ、すごいたくさんの負荷に対して、サーバーの負荷分散に強くなったりとかね、こういう技術って結構貴重なんで、えー、まあまあ、こういう経験ができたのはいいかなと。で、事業売却を経験できたというのも大きかったですね。それから16個目、横断検索サイトですね、えー、もうね。 何かもうサーバーすごいの嫌だとか思ってなんかいっぱい抱えるの重たいから嫌だと思って検索サイトを作ったんですね横断検索サイトと、えー、例えばいろんなブログとかの画像とかを検索横断して検索できるサイトと探し回るのがめんどくさい人向けにね例えばホテル検索で言えばねエクスペディアとかで知ってますかそういうサイトとか一つ一つ検索するの大変なんですよねでトリバゴっていうサイトで検索したらエクスペディアとかブッキングドットコムとかそういうね、えー、横断検索してくれるんですよ本当だったらホ スペア見てみよう、あじゃあ次、ブッキングドットコム見てみようとかでね、えー、なるわけですよね。それを1個で検索するだけで横断検索して結果を総合的に出してくれるみたいなね。まあ、検索サイトの検索サイトみたいな。で、格安航空券の検索だったらスカイスキャナーとかが同じようなことやってますよね。まあ、これの画像版と。まあ、メタサーチって呼ばれたりするんですけど、まあ、そういうサイトを作ったんですよね。 でまあ、最初そこそこ流行ったんですけど、これも失敗した理由ね。えー、Google の画像検索がどんどん優秀になるし、SEO の評価がどーんと下げられて、ある日アクセスがなくなりましたみたいな。死亡しちゃったみたいなね。えー、そんな感じになりましたと、えー。で、対策とその後なんですけど、これは閉鎖したと。まあ、アクセスなかったら売れもしないんでね。でもまあ、この経験のおかげで、画像検索に関する技術が身についたりとか、まあ、横断検索の技術とか、まあ、スクレーピング技術っていうんですけどね、えー。そういうものが身についたということになりますと。で、17個目、ね、SNS と。 事、えー、業内容、もうミクシーみたいなのイメージしてもらったらいいです。当時流行ってたんでね、えー、ミクシーみたいなのを作ったんですよ。で、失敗した理由なんですけど、もうミクシーと差別化しきれなかったと。えー、対策とその後なんですけど、もうきっちり閉鎖みたいなね、えー。でもこの経験のおかげでね、コミュニケーションサービスとかって本当一強になるんだな、みたいな。勝ち残れば強いけど、生き残り合戦って壮絶なんですよね。 LINE とかって LINE 以外あんま普及しないですよね。日本でほとんどの人 LINE 使うけど LINE 以外を使うメリットって普通の人ではほとんどないんですよね。LINE を使ってればいいっていうね。で、LINE、えー、以外わざわざ使いたいなってならないじゃないですか。 で相手とつながってて初めてコミュニケーション系のこの SNS とかもねそうですけど誰かとコミュニケーションを取って成立するサービスっていうのはたくさん流行ってないとえ意味あんまり意味がないわけですね面白みがないわけですよねなので友達の A 君とこのコミュニケーションサービスで連絡が取りたいのにっいう A 君使ってなかったら LINE ね A 君が使ってなかったら えー、こう連絡取れないですねみんなが LINE 使ってるから、えー、使おうってなるわけだし離れられないわけですよねだから一強でいいんですよねグーグルの検索エンジンとかも、まあ、ち,ょっとちょっと違いますけどグーグルの検索エンジンとかも一強が残るタイプですね結局 Yahoo 負けちゃってますしわざわざ Google 以外のものを使おうってならないじゃないですかなんか Google で困ってるから Yahoo で探そうかなってね、えー、なかなかならないわけで、まあ、Yahoo と Google の検索エンジン戦争はねずっと長くやってて Google が最終的にね勝ちましたけど、えー、差別化がね、えー、何かないとちょっと勝ち残れ そういういこことですねねのの手のやつは2、ねえー、番戦時じ,じゃダメなジャンルがあるんだなみたいなね2、まあ、番戦時でも儲かるジャンルってあるんですけどこの手のコミュニケーション系のサービスはね人が、えー、やっぱりたくさんいて初めて成立するんでね。 えー、二番線じはちょっとダメだなっていうね。そういうのとか、ま、いろいろ学びましたと。で、十八個目が広告代理店と。えー、事業内容なんですけど、広告枠の買取サービスを始めたんですね。あなたの枠固定額で買い取りますみたいな。例えば皆さんのブログ書いてる人いるんだったら、ブログの最上段の枠とかを月百万円で買い取りますよみたいな。その代わりに、ここの枠は自由に使わせてくださいねみたいなね。で、広告は好きなものを表示と。こちらで自由にいじるわけですね。えー、何かこう、見てね。 いろんなブログとかで、あこのサイト、もっと広告の表示の仕方とか、表示する広告の内容を変えるだけでもっと売り上げ何倍も上がるのになっていうものとか。 あったんですよねね見てたら、ね、でもそんなに例えば50万円しか上がってないとかね、まあ、50万円上がってるだけでもすごいんですけど50万円とかまあ例えば5万円しか上がってないっていうブログに対して、えー、7万円とか8万円で買い取ってこっちがね広告をいじったりとかもっと見せ方バナーをいじったりとか、えー、そういうことすることによってじゃあ20万円の売り上げがありましたって言ったらそのマージンもらえるみたいなねまあそういうことやってたんですよねでこれ結構儲かったんですよねただ失敗した理由なんですけど ASP とかアドネットワークっていう技術がね、もうどん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 優秀になってきたんですね。もうここに貼ってるだけで勝手にあの広告自動的に入れ替えてくれる、最適化してくれるみたいな技術がどんどん優秀になってきたりとかね。まあ次第に儲からない人がやっててもなかなか儲からなくなってきたんで、100万円で仮に買い取っても100万円以上でね、月間は売れないみたいな、成果が出せないみたいな、まあそういうことが続いたんで、えー、やめていきましたと。対策とその後ですけど、まあこういうサービスは辞めたよと。でもこの経験のおかげでね、アフィリエイトとかクライアントとの交渉とか内部事情も詳しくなったり、あ AB テストとかっていうんですけど広告 A っていうパターンと B っていうパターンとこれを変,化す変更するだけでねあこんなに売り上げっていうのは変わるんだとかまあそういうのをね学びましたね。 変な代理店とかもね、えー、見抜けるようになりましたしね、そういう意味でも意味があったかなと。で19個目が、お悩み相談電話コミュニティ,ニティサイトですね。コナなも作ったんですよね。事、えー、業内容ね。話を聞くのが好きな人と聞いてほしい人。まあ、相談乗るの結構嫌いじゃないよっていう人とか、悩んでる人とか相談乗ってほしいなっていう人とかいるじゃないですか。でも、ちょっと友達とかにも言いにくいし、関係性的例えば恋の悩みとかね、なんかちょっと相談しにくいなとか、えー、そういう人とかがね、いるかなと思ったので、そういう人たちをつなげるサイトですね。えー、電話をかけて十分ごとにいくらみたいなね。で 話を聞いた人は報酬がもらえるみたいなそんなのを作ったんですよね。 で失敗した理由なんですけど、電話がね繋がらないんですよ、技術力の問題ですね、電話が繋がらないと、CTI システムっていうんですけど、不具合が起きてね、えー、コールセンターの自動音声システムとか、かかってきた電話を別の番号に転送したりとかね、えー、電話をコンピューターで管理するシステムみたいに思ってもらえたらいいんですけど、そういうシステムのちょっと不具合で全然うまくいかなくってで、自社で作れなかったんでね、発注をかけた会社がちょっとポンコツだったんで、えー、それで失敗しちゃったんですよね、結構大きな金額だったんですけど、でシステム会社が音信不通になったので、閉鎖したんですよね。 でもこの経験のおかげで、えー、CTI のシステムについて学べたとかね、えー、自社でやってこなかったところなんで、まあ、事業としても面白かったとプラスあこうして継続的にやっていくサービスっていうのはやっぱりプログラマーっていうのを抱えてないといけないんだなとか、まあ、当然といえば当然のことなんですけどねこういうこともあるんだってやっぱり、ね、若かったのでそういうこともわかなかったんですよねなんであこれからは社内に信用できるこういう長くずっとやっていくサービスをやるんだったら社内に信用できるプログラマーがやっぱり必要だなデザイナーが必要だなとかね、えーまあ、そういうことが、えー、学んだと、まあ、いろんなことを学びましたけど、ね でもうざーっといっぱいいろんなこと話してきたんですけどね、えー、長かったですよね、もうざーっと話したんですけど、それでも長かったですよね。<laughs> あの結局のところ、何が言いたかったのかっていうと、どの事業も失敗してるし、成功してるんだよと、もう何それみたいな話になると思うんですけど、まあ、小さく失敗してね、改善して成功したりもするし、その時の、そのタイミングで見たら失敗だったけど、後々見たら、後の成功につながってるんだよってことですね、引き出しが増えたりとかね。 え例えば、アフィリエイトっていうサイトも、一サイト目はこけたんだけど、改善することで事業の大きな柱になったりとかね、サーバーってもののことを知ってるから、ネットで騙されないとか、高い買い物しなくていいとか、エンジニアと会話ができるから、後にプログラマーを採用するときも、会話ができるんですね、エンジニアとねエンジニアの気持ちが分かるとかね、トラブルが把握できるとかね、他社に比べて大規模なサービスも安く運営できたりとか、これのおかげでね、しばらくその後食べれたときもあるんですよ。デザイン デザイナーとかとも話ができるわけですね。で、たくさん失敗してるから引き出しが増えるんですよね。こうして YouTube のネタにもなってますよね。で、打席に立った回数だけね、バット振った回数だけヒット率が上がるよっていうのを言いたいんですね。若い時はね、10個例えば授業を作って9個ぐらい失敗してたんですけど、今はね、5つぐらい作ったら3つとか4つとかね、当たる感じですかね。えー、なんで、まあ全部つながってるっていうことですよね。だからまあ、失敗なんてないんだよと、恐れずチャレンジすればいいっていうね。 えー、そういうことをまあ一番伝えたいところかなと思います失敗するのが怖いっていう人に対してはねこんだけたくさん失敗してるんだよとでまとめなんですけど、えー、本当にねたくさん失敗してきたんですけどどの失敗もね本当に血となり肉となってるとその時はああ失敗したなーって思う時もあるんですけど今となってはねプラスになってることばっかりなんですよで最近はもう事業で失敗したところでもう別に事業の失敗なんてもう全然ね、えー、気にもならないですよ えーなんでどんな人でも失敗するよと、えー、失敗って怖いと思うんですけど今ね皆さんがこうすごいなとか事業的にとかねまあ事業じゃなくてもなんですけどすごいなって思う人とかっていますかね、えー、そのね人たちもみんなね誰一人そうなんですけど失敗せずにそこに到達してる人っていないんですよね。 本当に人は誰でもつまずくし、失敗するし、絶対ね、見えないところで努力もしてるし、挫折も絶対してるんですよ。えー、なんで、大切なのは失敗から学ぶことだよと、失敗を避けるとかね、失敗をしてはいけないんではなくて、大切なのは失敗から学ぶことと、トライアンドエラーを繰り返せばいいんですよ。で、失敗から何を学ぶかっていうのが大切なんですね。 全く同じ失敗をしないように気をつければそれでいいと。だから失敗っていうのは成功のためにね必要な過程なんだよと、えー。スポーツとかも一緒ですよね。自転車もやっぱりねこけたりとかスポーツもたくさん失敗して覚えたりとか、えー、あるじゃないですか。で、ね、最初から完璧にできる人っていうのはいないんでね。 で最初は怖いんだけどもやっぱり失敗して覚えないと仕方ないことってのもあるんですね会社員とかずっとやってたら失敗したらダメだとか、えー、上司に怒られるとかあると思うんですけど、えー、全然ね本当に失敗しても全然 OK なんでね失敗 OK とただし致命傷は避けようねってことなんですよ 自転車で転んだすり傷ぐらいだったら、痛いってもうこういう風にしたらすっごい怪我するんだって覚えたらいいんですけど、命の危険があるような大事故は避けると。そういうことですね。転ぶぐらいだったらいいんですけど、車に跳ねられたらダメですよね。だから、命の危険があるような大事故だけは避けようねと。例えば、全財産を失って借金まで背負うみたいないきなり一か八かの勝負仕掛けるとかね。そういうのはやめとこうねと。最初は小さな失敗からで経験を積もうねっていうね、そういうことですね。 ね、最初は10回打席に立って1回ヒット打てたら OK ぐらいで思ったらもういいですよとだんだん打率も上がるからね。 で、まあ、有名な言葉ですけど、偉人たちの言葉をね、いくつかと、えー。失敗や挫折をしたことがない人とは、何も新しいことに挑戦したことがないということだっていうね、アインシュタインの言葉とか、えー、君がつまずいてしまったことに興味はないと、えー、そこから立ち上がることに関心があるのだっていうリンカーンの言葉とかね、まあ、この辺結構好きなんですけど、えー、参考になればと思います。で、えー、リアルビジネス編の失敗とかも、これネットビジネスの、まあ、5年、おおむね5年ぐらいの間に失敗した内容なんですけど、えー、本当に長くなっちゃうんで、これリアルビジネス編とかはもう切り離したんですよ。で えー、リアルビジネス編の失敗とかもね、また需要があれば話したいかなと思います。で、じゃあ、どういう副業とか、どういう事業だったらおすすめなんだっていうとね、えー、下記を参考にしてくださいと、えー。ほぼ在宅で月20万円、事業所得を最速で増やす方法7000とか、今、もしも僕が今から IT の技術なくやるんだったらっていう観点でね、話をしてますと。それ以外にもおすすめする副業7000も話してるんでね、えーまあ、参考にしてもらえたら嬉しいと思います。ということで、以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったらね、人に紹介してもらえたりとか、いいねとか、チャンネル チャンネル登録してもらえると嬉しいです LINE、えー、アドとか Twitter とか Instagram もやってます動画の説明欄から全部飛べるようになってるんでね、えー、今日本当にね、えー、長い動画になってしまったんですけど、えー、お付き合いいただき本当に今日もありがとうございました